皆さん、おはようございます,います皆さんハンセン病はかつて雷病と言われました。雷は遺伝病であり、典型病であり、合病である。今から1400年前頃仏教の と一緒にライが患者がいたということが記されています。今から140年前に、ノルウェーの反戦によって、そういう病気じゃないって、雷菌が発見されました。でも、雷菌が発見されることによって、今までの、 ラインに対する考え方が払拭されず、菌が発見されたら、一般の伝染病と同じように、感染力が蔓延し、患者になってしまう、こういう考え方が継続されたわけであります。 そうした考え方は、今も根強く残っています。ハンセン病問題は、過去が現在であり、現在が過去であります。ハンセン病問題は、今医学的には大きく前進し、 治る病として、発症者も激減し、あなたたちが第一線で責任をうから、日本からも世界からも、ハンセン病の患者を見ることはできなくなるかもしれません。でも かつてハンセン病をやんだ人たちやその家族の人たちがどうであるか日本の100年余りにわたったハンセン病問題の過ちがいまだに病気が治ってもふるさとには帰れない亀を使って 生きている署内には納骨堂がありますけれども死んでも骨になってもふるさとには帰れないこれが現実の姿であります私たちはこうした状況を一つでも 半ンでも解消するためにハンセン病によって苦しんだ我々が解決しようということで意欲を尽くしているところでありますこれは多摩前哨園の昭和初期の写真です広大な敷地に 病棟や患者が暮らす宿舎がありましたこれは収容門、患者の入り口ですハンセン病の有効な治療法ができるまで患者にとってここをくぐることは社会との断絶を意味しました現在ハンセン病は治る病気になり日本国内に患者はほとんどいません しかし病気に対する誤った知識・偏見は今も消えていませんその象徴が納骨堂です患者が亡くなっても家族や親戚が遺骨の受け取りを断るため園内に建てられたのです死んでも故郷に帰れない遺骨は4150名分に上ります 施設に閉じ込められたまま一生を終えるしかなかったかつての患者たちハンセン病はそれほど恐ろしい病気なのでしょうかハンセン病は皮膚と末梢神経を侵す感染症です症状が進むと手足や顔に変形が現れましたまた熱い痛いなどの知覚がなくなり汗も出にくくなりました ハンセンセ病は感染力が弱い病気ですしかし免疫能の低下や衛生状態が良くない環境では発症する場合があります明治時代以降近代化の道を進み始めた日本はハンセンセ病を後進国の象徴とみなしましまたそのため患者の人権を無視した政策を取ったのです。 中でも強制隔離は病気に対する恐怖と偏見を助長しました警官と医者が患者を探し出し病気が確認されると有無を言わさず療養所に収容しましたハンセン病の問題は国が犯した人権の問題なのです日本のハンセン病の過ち四つ挙げたいと思います 一つは、先ほども言いましたように、明治6年1873年、菌が発見されたとき、この時点で医学的、科学的対応をすべきであったことであります。感染症ですから、人にどうしたらうつさない。 感染させないのかどうして治すのかこういうことが論じらなければならなかったわけですけれども当時日本ではこれらが蔓延していましたまた結核も多く発症していました最近は結核菌に似た抗酸菌系の であります結核と違うのは結核は内臓を侵されるハンセン病は末梢神経を侵されて手足に知覚がなくなるだから外見から見る醜さこれが一層多くの人たちに嫌悪感を与え そしてうつる血糖病合病というありとあらゆる名のもとに人にやらず否認として扱われていきました。日本は徳川から明治の時代にはり大伏各国と 肩を並べる国になりたいこういう歴史の大きな転換期の中で徴兵制度が引かれ男子は20歳に兵役に服さなければならないハンセン病や結核や障害を持つ人たちは国の役に立たない。 国を滅ぼす人たちだというふうに考えられ、そういう中で、二つ目の過ちが作り出されました。明治40年に制定された、来年に関する法律第11号という法律で、全国に5か所の公立の 療養所が作られました青森東京大阪香川県の高松大の小さな島そして熊本県の阿蘇山麓私たちが今住んでいる国立玉摩省エ園は府一府 11件の公立の療養所として、2009年、明治42年、解消いたしました。療養所とは言っても、その運営は、刑務所に一等人事じた形で行い、これが国の指針であります。 皆さん、刑務所に入所する、良くないことですけれども、でも、刑務所に入った人は、刑期が終えれば、失所できます。私たちは一旦ライト宣告されれば、それは永久に外に出ることができない。 また、園の運営は、患者の労力によって、介護、看護、家を作ることから、木の手入れから、清掃から、食べるものから、一切の仕事を、患者の能力によ労力によって行われたわけであります。 これは多摩全省園の入所者数のグラフです1940年代には1400人を超えていました一方、職員の数です入所者が増加しても職員の増員はほんのわずかですつまり、患者が所内の仕事を行わなければ運営が成り立たないことを意味しています 収容された患者は病人としてではなく園内の働き手とみなされました看護は患者同士で行いました洗濯をする盲人の患者です障害があってもできる仕事をさせられたのです園内の農場で野菜も作りました食料の生産も患者の仕事だったのです こうした労働は病気が悪化する原因になりました。社会から切り離され、閉じ込められた環境で労働につく毎日。それは死ぬまで続いたのです。療養所といっても、療養所の中に患者が、患者を仮装する仮装上を持ち、 患者が葬式をするために、患者のお坊さんがおり、お寺があり、お墓館を作られてきました。また、1915年、大正4年、所長に懲戒検測規定を与え、縁の上に、 不満を言ったり労働に、友人に口しないものは、署内の官房に入れられる29日間、当時の食事は、麦がお米が4、朝は 患者が作った野菜の味噌汁だけ昼は漬物夜は患者が作った野菜煮つけたまに魚とか肉なんかも出ますけれども肉は正月に1回だけ卵は1個こういう食事この 食事でも病んでいる人たちは病気に影響するのに、老につながれたもの、朝、おにぎり1個、水をこれより小さい朝顔茶碗に1杯、朝と昼だけ、こういう食事が与えられる。先ほども言いましたように、セン病は。 結核と類した病気であります。結核になった方は、おいしいものを食べ、よい空気を吸い、体を休める。私たちは、まずいものを壊され、重労働に服し、雑居部屋の中で生活を強いられたわけであります。こういう状況の中で、 対象六年所内で結婚制度が導入されました。入所する人たちの病棟は収容病棟と呼ばれ、患者が入院する門は収容門と呼ばれ、一般の正門から療養所に入ることは。 でできなかった時代です居住は12畳半4メートル四方の部屋ここに8人が共同生活を強いられましたその部屋が1棟で4部屋あります16人この用途や 巨人をウィンな患者が建てた家屋でありますそうした8人の女子の生活の部屋に通い婚と言って夜だけ結婚してる人たちの旦那さんが泊まりに来る一緒にご飯食べる。 わけでもなしその8人の女性の部屋には、未婚の人たちもいます。若い女性は、夜が来ると怖い、ケタモノと一緒だって、こういう嘆きの声が上がっても当然であります。また、女性は妊娠して入社する人もいます。 そういう方は園内で出産するその子たちは医師の手によって命を奪われましたその証拠が5年前に前哨園の倉庫の中に存在しました35名の赤ちゃんがホルワリン漬けの瓶の中から 発見されたわけであります一番新しいのは昭和32年1957年の方がおりまして私もそのお母さんの名前を分かっています。私たちは納骨堂の敷地内にその人たちの慰霊を火を立てて追悼の意を表しておりますけれども。 ハンンセン病を親に負ったということでせっかくこの地上に生を受けながら石の手によって命を奪うというこういうことも行われました人間の生物の最も尊厳を重んじなければならない生の 題までも来撲滅、国内浄化という名のもとに、公に法律もないのに、そうした否認、男子私立、そして、英治の殺害が行われました。そして外出を 阻害するために院内だけで使う院内通用券19、1919年から1952年、大正8年から昭和27年まで、普通のお金は使わせられなかった。私もそのお金を使いました。 そういう中で全省園内には10メートルの小高い丘が今でもあります大正11年から3年間柿の外に逃亡よけの深い穴を掘らせられました この土を何とか役に立てよう私たちの先輩は木っこで担ぎバケツに土を入れ10メートルの丘を作りましたその丘に登ると外が眺められるふるさとが眺められる誰言うとなく望郷の丘という名が つけられましたそういう2つ目の過ちの中で、三つ目の過ちが、1936年、来養防法という法律の制定であります。公立の療養所から国立の療養所がつられました。以後 昭和19年終戦1年前まで全国に13箇所の国立療養所が作られました全生病院をほか5つの公立療養所も昭和16年国立に移管されましたそうした施策が取られる中でどういうことが起きたか 村井県運動患者刈込政策が行われました。徳沢地域から入間地域から来患者を埼玉県から日本から今と違って田舎のあぜ道を警官とお医者さんが患者を探してまいりました。 患者が分かると、近くの駅にから、会社、客車を買い切って療養して送り込む。残された家は真っ白になるほど、消毒をされる。来は怖いんだ。あんたたちを守るために。こういう名目の中で、患者、家族は、 社会の中で生きていくすべてを奪われる、こういう状況が弱気し続けました、そういう施策の中で、療養者はどうか、8人の部屋に10人入れる、8人のご飯を10人で食べる。 そして昭和11年、長島で一気暴動が起きました。東洋の日本の最高権力の特攻警察が入っても鎮圧ができないという事態が生じました。国はそういうことを阻止するために。 群馬県の草津に十貫坊が作られました草津というところは冬はマイナス16で白雪を凍るその崖縁に幾井にもコンクリで囲われた廊下作られ昭和22年9年間に81人の 人たちががそこにつながりました多くの人たちは亡くなって布団が凍って鹿鍋を剥がすことも難しい同室者が死んだのを伏せてその人のご飯を食べ続けたこういう悲しい歴史が 生まれていますそして1つ目の過ちは何か日本は鬼畜ウェイと言ってアメリカやイギリスを桁扱いにしてあの太平洋戦争を行いましたそのアメリカで昭和18年 1943年に結核のために作ったフロインという特効薬が作られていましたそして戦後日本でも最初はなかなか国は予算をつけてくれない多くの人たちは家族からそして いろいろな人からお金を借りて、自費治療をする、こういう状況もありましたけれども、戦後、ハンセン病は治る病気になりました。当時、厚生省の医務局長であった、後の東京都知事を務めた東龍太郎先生が、ハンセン病を治るようになった。 今までの絶対隔離、療養者から出さない来訪法ではなく、治った人を外に出すような法律、こういうふうにしたらどうか、こういうふうに考えて、来訪法の改正を提言いたしました。 その提言に先立ちまして、1951年11月8日、ハンセン病の最高権威者と言われた、3つの園の園長たちを国会に呼んで証言を求めました。私たちは、生まれたところはあっても、ふるさとはない。 肉親がいても会うことができない厳しい環境の中にあるけれども療養所の中では園長は父と仰ぎ看護師長を母と慕って療養所の中で生活していましただからこの園長たち現実にあった証言をしてくれるだろう こう大きな期待を持つとともに全国の入所者理事会が1951年全国組織を作り治った人くらいは外に出してもらう法律にしてほしいこうした考え方を基本にした 法律の改正を求めて運動に立ち上がっていました。にもかかわらず、この三延長の証言、来はそう簡単に治る病気じゃない。二つ目は、患者だけじゃなくて、 家族を男子に対処にしなさい、新しい憲法の下で患者はうるさい、療養所に入らない、手錠をかけてもこういう証言をいたしました。そのために1953年のライオン王の戦いは私たちは、 作業ストライキや座り込みやハンガーストライキを打って戦いましたけれども敗れてしまいましたそうしたことは世界の国々キリスト教団体から厳しい批判を受けましたこうした過ちを 犯さないでもし治った人を外に出す法律にしておけば、今、ハンセン病問題に年間350億の皆さん方の尊い税金が提やされています。この税金、10分の1、20分の1で済んだのではないかと思います。 私たちが苦しむだけじゃなく、家族が苦しむだけじゃなく、法律の改正を誤ったということは、日本国民全体に大きな負担をかしてしまったわけであります。4つ目の過ちは何か。 私自身がその被害者の一人であります。私たちは、子供を持つことを昭和23年の優生保護法の改正で法律的に阻まれました。世界の国々に礼を言いないことであります。すなわち 未来は血統病だということを裏付ける内容でつながっていくと思います。昭和23年、1948年、前の年に憲法が発布されました。法のもとに平等、戦争放棄、そして生存権の保障。 こうした法律でありますそして同時にその年に国連において人権宣言が高らかに訴え上げられた年であります。人権宣言の全文、何人もどんな抑圧を受けることは人間の尊厳を損なうということを 全文に掲げ30項の項目が具体的に使用されています。この年に作られた法律で私たちは子どもを持つことは許されない。私も世界の22カ国に友人を持ち11カ国に足を踏み入れ東南アジアやヨーロッパ諸国や アフリカやアメリカの国々に行かせてもらいましたけれど子どものいないのは私だけ、大きな過ちの一つとして、私はあげなければならない、こう思っています。学者のの中にも一人愛知県の 町に生まれた小笠原昇博士先生は京都大学で戦前からハンセン病の外来治療を行っていました来は遺伝にあらず伝染にあらず治る病気だこういうことを 信念を持って言い続けた方であります京都大学に診察に行くと、ライトを書けば、ライオン方法で療養所に入所させられてしまう。ですから、病名を書いて、ライトは絶対、先生は病名を書か,かない。昭和15年の 昭和16年の第15回の来学会、大阪でありましたけれども、そのことを論文として発表いたしました。多くの参加者から、お前は地球が三角と言っていると同じだと、天に向かってツアーを履いていると書けると同じだと、こういう批判を受け、学会から追放され、 国でもその先生の考え方が今日の歴史を振り返り現実を見るときいかに正しかったかということが立証されていますまたその京都大学の医学部 で学んだ3年前に亡くなった元厚生省運航長大谷富雄先生東京協会の理事会をし栃木県の国際医療福祉大学を創立した方です先生は京都大学を出て 先生の母方の関係で、岡田原先生のお手伝いをした、最初は夜も眠れず、病気がうつるんじゃないかって悩んだそうであります。学生時代、結核を患い、明日をも死ねる人生を過ごされたと言われています。先生は 厚生省の役人党ならで、課長、局長、審議官等も務められました。でも、常に弱い、底辺にある人たちに目を向け、同僚や先輩から若干の 批判を受けてもそれを貫れき通した方であります。反省病の人は精神の人や難病の人たちの笑顔が喰い症と位置づけ、一生を終わりました。この先生によって高松宮城に反省病資料館を作られ、 来法が改正に発議をされ、そして、意見、国家賠償の承認台にも立って、国側とも、被告側とも、原告側とも関わりなく、堂々と、自分はそういう人たちの生活の、 工場や環境整備には、それなりの努力をしたつもりだけれども、人権という視点に立ったとき、ライオン王法を90年近く放置したことについては、私に責任があります、こういう証言を熊本地裁で。 行いました私たちの来予防意見国家賠償訴訟の中で勝利するための大きな力を与えてくださったのを大谷藤雄先生であります私はこうした来の歴史先生の 生きざかからあなたた方に問いかけたいいけと思います大谷不雄先生のようにこの地上に一人の人間として生を受け環境によってどうにもならない状況に置かれている人たちがいるそういう人たちのためにあなたたちの 知恵と能力と力を発揮する役人、そして官僚になってほしい、そのために一人でも多く、失勢してほしい、これが私の願いであります。 そういう状況の中で、私たちは、来訪を法廃止には破,られは破れましたけれども、今日の両閲師長仕事は職員に、そして生活の環境、居住の環境、医療の環境、そういう面で、 国民の税金によって、今、残された人生を、わずかな人たちですけれども、送らせていただいております。この4つの過ちを、決して冒頭申し上げたように、怨念を恨みに解説。 苦しみの中から真の人間としての喜びを求めて生きていこうこう考えているところであります今は居住様式も全部単身一人部や夫婦ものは双葉 暖房冷房設備医療も介護も国の基準でありますけれども生活をさせていただいております年金制度や生活資金を障害年金一級の 金銭を支給されていますでもライオン王が作られた当時約3万5千人終戦当時1万5千人現在は13箇所の療養者に2千100人平均年齢は80 3歳になろうとしていますあとどのくらい療養者の機能が保てるかということで将来に向けて私たちはこの広い土地を地域に開放し何らかの役に立ってほしいということで 取り組んでいます皆さん方もマスコミで報じられたからご存じのように私たちは子どもを持てないけれども保育所を作ってせめて子どもの泣き声を歌声を聞きながら人生を送ろう昨年4月。 私たちの手で保育園を設立し、今、132人の子どもたちが園内の保育所で保育を受けています。また、全焼園の土地は35万平米11万坪弱。このの土地に地にに域の人たちには すごく厳しい差別を受けたけれど感謝の印として緑の森を残していこう40年前から気を追い続け3万本250種類人権の森として勝手は縁の垣根の周りを生きを殺してハンカチを口に当てて 走りっていった人たちが子どもたちを連れて緑の小道を花畑を遊んでくれる状況になりましたこういう大変な状況を切り開いたのを私たち 自身が生きるためであり命の尊厳を保つためでありますそういう中で私はどう生きたかこのことについて触れたいと思います私の生まれ故郷は茨城県の小菓市であります池袋から50分のふるさといまだに 生ままれた家に帰ることはできません。両親の眠るお墓にも団家やお寺の反対で公然とお墓参りはできませんでも年を取ってきてやたらにふるさとが恋しい5年前に70年ぶりで奉公で講演をさせていただきました後輩たちは先輩として尊敬される それ以後ふるさとの子どもたちは私の資料館に来たり全省園に訪問に来たり私を呼んでくれています。生まれた家をぐるっと回っても家に入れない両親の眠るお墓にも行けない私の今帰れるところは72年前に卒業した。 子が第二小学校これが私の家であり家族であるわけですだから私はハンセン病は過去が現在であり現在が過去であるということを言い続けているわけでありますこれからあと何年生きられるか知りませんけれども残された人生命ある限り 命の尊さ人権とは一人一人が生きることです自分で苦しいときは支え合って生きることです生きること支え合うことこれが人権という二文字につながると思いますので皆さん方もぜひ考えていただきたいと思います 思いますなぜ今もですね、報の前ができなくて、えーと、ご実家にもですね入ることができないのか、その理由をですねあの聞かせていただきたいなという,ふうに思います結論的に言いますと、ハンセン病に対する社会の偏見、差別がまだ根強いものがあるからです。 私の家族も私が病気になったということで母は実家から感動されました兄弟う4人を学校行ってもいじめを受けましたそういう中で私は公の時家に帰らない同級生や地域では平沢やっちゃんはもう死んでいる ここういういとになってんです家を取っている弟が末っ子で今70歳です国家公務員で定年になりましたでも自分の奥さんにも子供にも私がいることを捨てていますだから自分の生まれた家から100メートルの 小学校で講演をし生まれた家が見えても校長先生が「平沢先生先生の家はここですね」屋敷をぐるっと回っても家に入ることはできないまた1995年母は94歳で亡くなりました私のとこへ通い続けてくれ せめて亡くなった時は電柱の陰か,か,か,からでも見送りたい。でも、めから私に連絡したのは死んでから1週間後でした。だから母は亡くなる時、安次ごめんごめんって言って小さな声で誰にもわからないように言って亡くなったそうです。皆さん皆ささんん方の中には 障害児を難病の子を持った親が常に心にあるのは何だと思いますか自分が先に死にたくない私が死んだ後この子がどうなるだろうか親泣き後の問題っていうのことを親はすごく心に留めて死んでいきます。私の母も 私がハンセン病の子供を産んでしまったからって言ってごめんなさいと言って死んだのか息を引き取ったのかあるいは先死んでしまってごめんなさいと言って息を引き取ったのかそれすら分かりません社会復帰者の中では結婚して子供を育てそしてお医者さんの医学校に入れる同級生で結婚したい お嫁さんの両親から猛烈に反対を受けたこれが現実なんですだからもしあなた方が結婚するハンセミオの親にいるといったときにご両親たちがどういう態度を取るかっていうのはね、それは大変難しい課題なんですそのくらい未だにハンセミオ問題は 医学的にダブル調ではもうすでに解決済みということで3年前に国連でも反ン病に対する人権的復活の決議がされておりますけれども社会の中にはまだまだこの病気は不治であり遺伝病でありそして恐ろしい病気だということが復活。 あのしていないなだから私のお寺はすごく有名なお寺です私のところへ京都の本山から来てそのこと言ったら本山からうちのお寺にお話をしてくれましたでも本山からいくら言われても檀家とお寺の方針で公式にはお参りはさせられないでももし私が ふるさとに行って講演したとき、そのことを言えば、お寺を、檀家の人も、社会から、あの熊本でホテルに泊えなかった事件と同じように、厳しい行政からの批判を、忠告を受けるでしょう。でも、そのことによって、本当にハンセン病問題が解決するでしょうか。特に私は 肉親と親戚の人たちと争わなければならないそんなことをして、地下に眠る両親は喜んでくれるだろうか、ご先祖様は喜んでくれるでしょうか、でも、そのために残された命、少しでも尽くしていきたい、こういう決意をしたわけであります。 繰り返しして申し上げますが私は怨念を怨念で恨みを恨みで返しても発展性はないそういう生き方をしてまいりましたでも私たちそう言っても私自身でも嬉しいことがあるんです今月の初め私の妹の娘の息子が 結婚すると言ってててお嫁さんんを連れれ私にに会いに来てくれたんですもう本当に嬉しかった公然とおじさんがいるということを話してまあ,あの体育大学出身で中学校の体育の先生2人ともしてんですけどだからやはりさっきの質問じゃないですけど努力していれば。 そういう少しずつね後戻りはしないというふうに確信した内容ですもう一つ法務省や厚生省の感染症化の取り組みは進んでいますけど文科省の取り組みがすごく遅れているわけですこれからの課題として文科省にも働きかけて いじめや自殺の問題と関連して、こういう命の教育をの中に、反戦病問題も取り入れてもらうということが大事なんではないかというふうに思っています。はい